なんだ君か。こんばんは。いえ、別に全然。いつも通りよ。大きな声を出しちゃってごめんなさい。ところで、虹ヶ崎のみんな、ずいぶん遅い時間まで頑張ってるのね。いいえ、私も君と似たような感じね。練習の後、残っていた生徒会の仕事を片付けていたの。おかげでこんな時間になっちゃったけどね。それはそうと、君、買い物はもう済んだの？方向は？私と同じね。途中まで一緒に行かない？よかった、本当に君に会えて。え？な、何？暗いのなんて別に関係ないわよ。のぞみ。別に怖いわけじゃないわ。昼間に比べて視界が悪いし、外も人気がなくなるから、その分注意深くなるだけ。それだけよ。お願い、途中まででいいから一緒に帰って。もう君って結構意地悪よね。